あなたに祝福を。私たちは教船であり、アセンデッドマスターの集合体です。あなたの人生には、まだ知らないこと、知り得ないことがたくさんありますが、それにもかかわらず、なぜ何かについてそれが絶対的な真実だと思い込んでしまうのでしょうか。言い換えれば、あなたは何かを、何の疑いもなく知っていると思っているかもしれないですし、人生のすべての部分を、その信念に基づいて生きているかもしれません。ですが、目の前にある事実を、すべて理解しているわけではないということを認識する方が、あなたにとってずっと簡単なことではないでしょうか。すべての事実を目の前に置いてください。そして、最も避けたいのは、気分が良くない仮定を立て始めることです。例えば、誰かがあなたを見ているのに気づいたとしましょう。おそらく見知らぬ人でしょうが、なぜ彼らが自分を見ているのか、何を考えているのかを推測し始めたとします。そして、それらの推測はすべてあなたにとって、気分の良いものではないとします。ではなぜそのような思い込みをし、その人があなたを見ているという事実さえ知らず、その人が何を考えていたかもわからないのに、どうしてその人についてのストーリーと、彼らがどれほど批判的であるかを自分自身に語ろうとするのでしょうか。彼らはあなたの後ろにある何かを見ていたかもしれませんし、物思いにふけっていたのかもしれません。ですから、自分の信念、期待、思い込みを吟味し、永遠の真理だけを真実であるとするよう、私たちはあなたにお勧めします。今ここに、永遠の真実があります。私たちは皆一つです。私たちは皆、源なのです。そして、源は愛であり、従って私たちは愛なのです。すべては愛で構成されており、私たちは皆、愛のもとに帰っていきます。それ以外のことは、単なる信念に過ぎません。信念の良いところは、信念を交換できるということです。今すぐ有効にしたい信念を、活性化し始めることができます。これがその一つで、私はこの人生で、求めたものすべてを受け取る価値がある、というものです。もう一つは、私は創造者であり、毎日のあらゆる瞬間に自分の現実を想像しているというものです。そしてもう一つ、私は自分の中にまだ発見していない才能があることを知っており、それが何なのかを知ることに興奮しているということです。この最後の言葉を理解すると、心がどのようにそれを理解し、贈り物は何ですか？いつ届きますか？どうやって受け取るのですか？といった質問を始めることができるでしょう。知る必要のないことは知らなくていいと認識し、知らないことを受け入れるなら、今この瞬間をより幸せに生きることができます。なぜなら、その才能や能力にアクセスするために、何をしなければならないかという新しいストーリーを、自分自身に対して語る必要がなくなるからです。道中の一歩一歩を知ることなく、自分がどのように進むのか、そして誰がそばにいるのかを知ることもなく、何も知らずにこの旅を続けることは、とても多くの気づきを与えてもらいます。あなたは、この人生に起こることのいくつかを知っていましたが、その後、忘却のベールを通過することに決めました。驚きを経験でき、不思議を体験し、期待を経験することができるため、それは良い決断でした。そしてそれらは、あなたがまだ、四つ目の次元にいる間に得られる、素晴らしい経験だからです。私たちはあなたが今、四次元で最後の一周をしているということを伝えるためにここにいます。何かが起こるかどうか、起こるにしても、それがいつ起こるのかに常に焦点を当てるのではなく、もう少しその旅の経験を楽しんでみてはどうでしょうかということです。あなたは、常に正しい軌道に乗っていますので、信頼し、手放し、
信仰を持ってください。なぜなら、すべての道は、愛という故郷に通じているからです。そして、純粋な愛の存在であるあなたが、その道を踏み外すことなどできるでしょうか。今伝えたいことは以上です。私たちは、共戦であり、アセンデッドマスターの集合体です。私たちはいつもあなたの中にいます。